おい、すげえ美女がいるぜ。お、どこだ、どこだ、あ、どこだ、どこだ、どこだ。なんだ、俺か、天使かと思った。チス、誰も知らない狩人、イカレタコスケです。今回は、クソザコハンターでも、史上最強の武器を持てば、上位のモンスターを裸で狩れる説。行ってみよう！足よし、腰よし、腕よし、胴体よし、頭よし。そして、装備よし、それからなんだっけ、これ、首飾りよし、そして武器は、断滅と崩壊の強烈級ということでね、私普段使ってるのは双剣だけども、ま、あまりにも強い武器を簡単に使ってしまってしょうがないというわけで、ちょっと練習したことのあるこの弓矢で、やっていこうと思います。この弓矢は何がすごいって、ミラボレアスから作られる、アイスボーン史上最強の弓。まあ、ちょっとあの、弓使いの人からのね、あれやこれやという意見は一回さておく。置かせてください。腹ごしらえ、腹ごしらえ、なんだって？猫のおばちゃん、ご飯ください。あ、ちょっと、うちのお供、お留守番つったのにもうお腹いっぱいでした。ごちそうさまです。さて、今回受けるクエストだけども、これクエストじゃないな。こっちだ。クエスト情報、あ、合ってた。クエスト情報だけども、これ、急速ハンターを噛むっていう、あの、イベントクエストなんですね。これ、ドスジャグラスっていう、まあ、モンスターハンターワールドでいうところの、まあ、そんなに強くないというか、一番最初に戦う大型モンスターなんだけども、このイベントの急速ハンターを噛むに出てくるドスジャグラスは、超絶でかい。こう、しかもね、強さもね、かなりね、上がっているといったところなんですね。なんで、このモンスターに対してったらば、まあ、ちょうどいいかなと。クソザコハンターが、この弓矢を使って、最強の弓矢を使って挑むにはちょうどいいレベルかなってことで、こいつを倒していこうと思います。こいつはね、宝石をたくさんね、吐き出すことで有名なんでね、宝石もできれば拾っていける余裕があればいいなと思っておる所存。さて、いきなり墜落。ここは、どこ？どこだ？ここは、迷子だ。久々のアイスボーンでは、迷子になるのも必然。ファースト、トラベルで、ここですね。こいつがドスジャグラスだ。こいつをやっていこうと思います。キュリリー！よし！待ってろよ、ドスジャグラス。この最強の弓矢で、もう接撃瓶で、ズッバズッバと撃ち抜いて、なんとね、今回アイテムも全て置いてきているという舐めっぷっぷり。こいつで、このドスジャグラスやらせていただこうと思いますよ。さあ、弓矢はね、少し練習してきてっから、多分大丈夫。おっと、来ましたね。でかい。そして、なんか、早い。さあ、おっと、まずはドスジャグラスくんのお食事を邪魔しないように、ここで見てみましょうか。すごい演出だ。でかいからね。もうなんか当たり前のようにこれが多分でかいんだよね。ちっちゃくてもあれ食べんだからすごいな。さ、弓矢を撃っていく前に、接撃瓶を装着させていただきます。ちょっとどこ行くんですか？どこ行くんです？あ、待って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 。いきなり戦いにくいところにやってきた。そうです。あの、吐き出したアイテム、あそこから宝石がゲットできるんだけど、今回はちょっとそれはスルーしようかなと思ったんですが、あれ？普通に肉を吐き出しただけ？さっきのアプトノスが、こんな、かわいそうな姿に、消化早すぎだろ。さ、行こうか。ちょ、待って、結局また置いてかれている。ドスジャグラスくん、不思議の国のアリスかな？さて、今度こそ来た。非常に危ない。この狭いところ、おっと、コウモリの一撃でも、私には致命傷だ。さ、そろそろ本格的に攻撃をしていくんだけども、このアイスボーンではまず、ぶっ飛ばしという行為があるから、そのぶっ飛ばしという行為をキャンセルされて、もう一回行きたいところだけども、一撃で死んでしまう可能性があるから、このタイミングを見てからのギリギリの、この、クラッチクローからのぶっ飛ばしで開幕が始まるというわけです。だが、しかし待てよ。傷をつけるという動作があったような気がする。弓矢はどうやって傷をつけるんだったか。2回で傷をつけるんだったか？ 2 回傷をつけなきゃいけない。いけるか。ちょっと待って、武器出したりしまったりしてる。うん、危ない。おっ、ご飯食べれない。とんでもなく体力が、危ない。とんでもなく体力が減ってしまったところだが、ここはいつも通り普通に戦ってしまっては、あっという間に相手の思うつぼ。こちらは火力が高いとはいえ、防御力は皆無。というわけで、この弓矢の遠距離戦をうまく使わせてもらって、たとえ効率的じゃない火力であっても、ゆっくりと調理させてもらおうか。あくまで、この装備で勝てば、嘘だ。
少々弓矢は舐めすぎたが、だがここからが私の本気。もうここから俺は安全圏からしか攻撃しないぞ。早い、早いよ、早いよ、スレッガーさん。ちょっと、この一発目、一投目、一射目。これだけで、ちょっと待って。ダメだ、接撃瓶ずっと装備してたけど、全然届く気配がない。全く距離が足りない。20ダメージではさすがにこいつを倒せるんだよ。倒せるってことな、アップアップ。ダメだ。勝てるわけがない。もっと簡単な縛りプレイだと思っていたのに。また今回も墜落に愛されし男は、サウザーこと、イカレタコスケです。さあ、待って、でもここは俺迷子になっちゃうから、ここのファストトラベル。もう目の前に来ている。だがよ、このタイミングで、雑魚たちがいる中で、うわー、なんという、虚栄を。いいね、敵対していない。オーケー、お前などに目はくれぬというわけか。その心意気、後で後悔することになる。ドスジャグラス、覚えていろ。お前の尻尾の後ろからずっと喋り続けてやるからな。さて、ここです。学ばない、学ぶことを知らない。どうして。お食事中すいません、ウーバータコスケです。あなたに人生の終わりをお届けに参りました。危ない危ない、落ち着いていこうな。いいよ、ゆっくりね、ゆっくり撃っていこう。大丈夫、こっちとは最強火力の弓だ。裸度で一発も当たらなくても、この火力に物を言わせて転ばせてしまえばなんとかなるはずだ。スタミナに気をつけろ。大丈夫、そんな単調な攻撃では私を倒すことはできない。傷つけもしてない。こんな屈辱を受けたのはミラボレアス以来だ。貴様には最高に辛い死というものを。ちょっと待って、こっち向かないで。ちょっとお食事しててまだいいじゃない、どうせ一発で倒せるんだからさ。ねえ、そもうさ、ドスファンゴですらないよ、ハンターにとっての。私は君にとってはドスファンゴですらないんだよ。なんだったらね、環境生物クラスなんだよね。ちょっと待って、さっきデジャブだよ。気をつけて。デジャブ大丈夫、俺はゆっくりと回避をちゃんとする。素晴らしい回避力だ。大丈夫だ、モンスターハンターってのはね、モンスターの攻撃を回避するゲームなんですよ。ジャグラス君の餌になるゲームじゃないんだ。さあ、こっちは向くなよ。ちょっと鼻が邪魔するんじゃないよ。これって、あばば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 。尻尾攻撃とて、手足一本一本すべてが狂気というわけですね。今だったんだけど、ダメージ。あいつへ、すぐにアプトノスを餌に、アプトノス、美味しくいただかれてください。あなたの命は、私の命の代わりです。今のうちにダメージ与えとこ。うちの呼び方与えとこ。これ倒せるかな？なんか私の勘が、もうこのダメージ自体、嘘だ、イビルジョーだ、あそっ。挟まっている。ダメだ。何回やっても勝てない。仕方がないので、お食事にど根性をつけてきた。これがあれば、装備は当然変えていないのだから、何も問題はない。そして私は、相手のジャグラスの攻撃を、一回まで、無視することができる。そして、とうとう墜落せずにここにたどり着いた。これで、今回で、蹴りをつけよう。ドスジャグラス。もうこれラストだぞ、ラストだ。もう自分に言い聞かせろ。これ、来た。ラストだぞ、これがラスト。そう、まずあいつが食べているところに弓を放つ。いいダメージ。気絶を取ってしまいたいぐらいだが、取れるか、さすがに取れないか。さあ、こっち、よし。よし、気をつけて。ダメ。おお、よし、ナイスと根性。あっぱ。ど根性でも回復薬がないから、回復強くさ。回復強くさたくさんあるから大丈夫だ。いやー全然、
全然前世。全然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 やべえ、こんなに厳しい突弱、ちょっと待って緊急回避を、ちょっと待って危ない緊急、宝石キラキラ、ちょっと待って全然、そういえばこいつ結構強かったんじゃなかったっけか、強かったん、ちょっと待って待って、マジ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 、これダメダメ、一回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 、なんか向こうになんか見える、なんか尻尾が、あの大根みたいなやつがいる、ちょっと待ってくれよ。でも待てよ、あいつがこっちに来てくれれば縄張り争いによって戦闘が可能になるのではないかという、そういう縄張り争いに、あ、ちょ待って、危ない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 、どうした、アプトノス、アプトノス、おぼいいぞ、そこにずっと引っかかっていろ、うん、そこにずっと突っかかっていろ、でもまさかそのままずっと突っかかっているわけがないから、ちょっとうまくよく考えて、よく考えて、危ない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 、よし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 、来た、イビル城来た、イビル城来たぞ、縄張り争いがどんなものだったかちょっと忘れてしまったが、おちょこっち向くな、おい、イビル城はどうした、イビル城はどうした、イビル城はどうした、イビル城と、うん、危ない、イビル城にビビって逃げたか残念、ドスジャグラス、その今のこのタイミング逃す、逃すな逃すな、ちょっとでも1ダメージでも、この、まあ、さっきも言いかけたんだけど、このペースで、おおおお、びっくりした、このペースで弓矢当てて勝てるのか勝てないのでは、勝てるんですかね、どうすんの、待って、いいよ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 、これダメージ入ってんね、ダメージ入ってるね、野生のダメージが入っている、ワイルドダメージだ、隙あらば、隙あらば攻撃、そしてそして、おおおい、イビルジョイビルジョ、こっち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 、あ、今否定されようとしているんですよ、あ、無限にやってたらクソザコハンターじゃなくなるまでやったらもういつかは可能になるわけだから、これもうラストだよ、もうだ、でもドスジャグラスの体力は多分ね 5% ぐらいは減ってると思うんだだからこれ難しいってことだよね、だってさ、まず方向とかをフレーム回避とかしなければ、あのだって確定死が待ってるわけじゃん、待ってくださいよ待ってくださいよ、どこのバイオハザードのワンシーンですかね、ちょっと待ってくださいよ、どこ行った、どこ行った、どこ行った、びっくりした、うーん、お化け屋敷やってんじゃないんだ、あ、待って、あ、危機に引っかかってる、もうダメだ、回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。